うわ、ハブ。あ、こんなやつだね。でかっ。でかいじゃないですか。でかいじゃないですか、これ。ね、これマングースじゃなくて。これはイノシシ。これがマングースだ。マングースちっちゃい。奄美のクロウサギがいないね。稲葉のシロウサギならわかります。これマングースじゃない。ネズミじゃないですか。ネズミやね、巨大な。下にもネズミがいる。そもそもマングースっていないんじゃない。カエル。あ、これくらいのやつは市川にいますよ。そうね、あのうちの近くの川から道路に上がってて間違えて踏んだことあるんです。意外に硬くて。あ、これサルエ恩賜公園におる。ああ大量におるよ。うん、びっくりしたもん俺よ。いや、自分もこれ夜見えないなって踏んで踏むとびっくりするんですよ。しかも大量にいるよ。それはすごいですね。市川さん年に1回見るか見ないか。あ、これだ。これ。クロウサギ。うん。クロウサギ、ウサギの原型を。耳が。あ、こういう名前なんだよ、ね、この奄美のクロウサギ。うん。あ、生きてる奄美のクロウサギを撮影してる。耳がウサギっぽくない。住民の人でも滅多に見つけることないと思う。津島山猫みたいに。そういえば津島に行って津島山猫センターに行く。うん、本物がいたんかな。マングローブ林。金かけてるね。こっちか。さあ行こう、マングローブの森に。本当ですか。うん、え、いるじゃん。あ、大陸これ。左側。